コバマングース属は、哺乳鉱食肉目マダガスカルマングース科に分類される属。マダガスカル中東部から北西部にかけて体長48から56センチメートル。尾長二22から26センチメートル。体重2から4.5キログラム。鼻面は細長く尖る。柔らかい体毛で密に覆われる。尾の体毛はやや長く、先端では棒状。背面は、 褐色、覆面は、開白色。目上部と分担は白い。葉は小型かつ円錐状で、和名の由来になっている。前紙よりも、後肢の方が長い。第一肢及び、第一肢も含めた指跡は、五本がほぼ揃って並ぶ。俗名、ユプレアーズは古代ギリシャ語で、完全に揃った脳意で、指跡に由来する。爪は長く湾曲し、引っ込めることができない。 肛門周辺や生殖器周辺に終戦がない。出産直後の幼獣は体長15センチメートル、体重150グラム。全身が体毛で覆われ、目が開いている。乳首の数は1体。以前はコバマングース E ゴードチーのみで本属を構成し、EG ゴードチーと EG メジャーの2ア種に分類されていた。ユプレアーズゴードチーとイナー、1835、イースタンファラヌック。 フィアナルーク、マダガスカル東部、中西部体長46から50センチメートル。尾長二22から24センチメートル。体重2から2.3キログラム。背面は、単行褐色で、覆面は単色。ユプレアーズメジャーラボーダン、1929ウエスタン、ファラヌクマダガスカル北西部体長52から65センチメートル。尾長二24から25センチメートル。 体重2.8から4.6キログラム。オスは褐色、メスは灰色。低地にある湿潤林に生息するが、やや乾燥した落葉樹林で発見された例もある。地表性だが、樹上に登ることもある。白母性内視や構成で、昼間は岩の隙間や地中の穴などで休む。単独もしくは家族群を形成し生活する。跳躍するように歩行する。 歩行するときに指跡を設置しない。周期に8 0 0ムの皮下脂肪を尾の基部に貯蔵する。陶器は休眠すると考えられている。一方で陶器でも活動する個体が発見された例もある。主に昆虫を食べるが、鳥類やその卵、ナメクジ類、ミミズなども食べ、小型哺乳類やカエル、果実なども食べると考えられている。爪を使って地面を掘り起こし、 獲物を捕食する。繁殖様式は耐性。繁殖期にはペアを形成するが短期間で解消する。7から8月に交尾を行う。妊娠期間は3ヶ月。11月に1回に1から2頭の幼獣を産む。授乳期間は9週間。生後60日で固形物も食べることができるようになる。飼育下では幼獣は、 生後二日で母親の後を移動するようになった例がある。生息地では食用とされることもある。森林伐採や灌漑による生息地の破壊、食用の狩猟、人為的に移入された邪行猫レイトの競合、犬による捕食などにより生息数は減少している。E. ゴードチーバルナラブル、E. メジャーエンデンジャード。ありがとうございます。